東京都知事選挙で参戦を果たした小池知事が岸田総理に公職選挙法の改正を検討するよう要請しました総理官邸を訪れ岸田総理と会談した小池知事は選挙戦中に起きたポスター問題や4月の衆院補選での演説妨害などの問題点を指摘しました 公職選挙法がこれまで考えてきた、まあ、想定を超えるものが今回、問題視されているわけでしっかりと対応議いってたましょうか小池知事はその上で公職選挙法の改正を検討するよう岸田総理に要請しました。